ありがとうございます。ありがとうございます。ファーストということですが、テンションいかがでした？すごい無事に発売できて嬉しかったなって思います。いつ頃どちらで撮影されましたか？9月の前半にハワイで撮影しました。なんか初めての初体験がいっぱい詰まってるっていうことでしたけど、どんなシーンがあるかいくつか教えていただいてもいいですか？まずランジェリーを初めてこの写真集で着させていただいたりとか、まあセクシーカットも あったりとか、本当に初めてばっかりだったんですけど、ファーストということで写真集も初めてだし、ハワイも初めてだったので、本当初めてがギュギュッとです。なんか撮影中思い出に残ってるエピソードとかありますか？撮影中はハワイの周りにハリケーンが3つぐらいいて、ですごく天気が悪かったですよ。で、なんですかね、まあ、ずっと雨が降ってた日とかもあったりとかして、その日は室内で撮影をしたりとか、あとなんかヘアメイクさんの携帯がずっと大雨洪水警報みたいな、なんかブープーって音がずっと5分に1回ぐらい鳴ってたりとかして、すごく天気がちょっと悪かった。でもカレンダー、今年カレンダーも出させていただいたんですけど、その時も台風だったので、本当今年は台風女でした。はい、じゃあちょっと一番お気に入りのシーンとは、と先ほどちょっと見せていただいたんですけど、お気に入りのシーンについて少しお話を伺っていいですか？はい、さっき出したページは初のランジェリーということで、すごい、まあ、たくさんこうスタイリストさんに用意してもらって試着をして、なんかこのなんだろう、まあランジェリーが一番形もよく見えるし可愛いしとか、そうやって衣装合わせもこだわったりとか、あと髪型とかもポニーテールにして、ここら辺を前髪遅れ毛を巻いたりとかして、なんかそういうあれに関しては本当ヘアメイクとかも全部こだわりました。結構ご自身の意向が反映されてるっていう。あ、そうです、タイトルも自分で決めました。あ、そうなんですか。タイトルはそれにして理由っていうのは、Like っていうのは英語読みで好きっていう意味もあると思うんですけど、ハワイ語でラっていうのは、まあ、太陽という意味なんですけど、自分の名前のイクをかけて、あ、すごいこれなんかいいなって思ったんですけど、これからこう活動を頑張っていく上で皆さんの太陽のような存在になっていければいいなという願いも込めて Like とつけました。ありがとうございます。その他にもじゃあどういう衣装とかシーンがあるかいくつか教えていただいてもいいですか？衣装は、まあ、10代のうちが一番似合うかなと思って、まあ、裏表紙にもなってるんですけど、このレインボーの水着を着たりとか、まあ、私らしいブルーだったり赤だったりのすごい、なんですかね、ビビッドな色合いの水着もたくさん着てるので、大人っぽい衣装も楽しめるし、明るい私も楽しめる感じになってます。なんか手ぶらにも初挑戦されてて、はい、いかがでしたか？ちょっとやっぱり恥ずかしかったですね。でもなんかこうあんまりすごくラインを綺麗に見せたかったんですよ。でもやっぱこっちに集中してしまうので、どうしてもポージングがうまくいかなかったりとか、あと台風だったので髪の毛も顔にかかっちゃったりとかして、すごいちょっと時間はかかったんですけど、この写真集に載ってるそのカットはすごく本当に奇跡的に撮れたすごい素晴らしいカットだと私は思います。そんなファーストの写真集ですけど、はい、数作るとさらなくて、でも190点です。100点とかけて190点、もう何点です。ありがとうございます。今回10代最後っていうことですけど、10代振り返ってみていかがですか？10代振り返ってみておかしいです、振り返ってみていかがですか？そうですね、でも今年は19歳最後、20歳になる前最後の年は本当にこう自分の作品をたくさん出させていただいて、DVD もこう、まあ、たくさんの方に見ていただけましたし、写真集も結構たくさんの方に見ていただけてるようなので、本当に嬉しいです。嬉しかったことばっかりでした。今回写真集でも初体験いろいろされたってことですけど、はい、10代でやり残したこととかありますか？10代でやり残したことはそんなにないですけど、友達と旅行に行ったこととかがないので、そういうことはやり残したなって思って、2016年
友達と旅行に行きたいと思います。ありがとうございます。では普段から結構雨女だったりされるんですか？めっちゃ雨女ですね。てかもう本当に台風に当たることが多くて、初の海外ロケの時も台風だったりして、あの行きも結構帰りも結構だからすごい不幸でした。これ手ぶらは自ら提案されたってことなんですけども、これはなんでまた手ぶらを選ばれたというか提案したか。私すごくケイト・アプトンさんが好きなんですけど、ケイト・アプトンさんのようにかっこいいポーズをしたカットが写真集に欲しいなって思ったので挑戦しました。普段あまり手ぶらって自分でしないと思うんですけどポーズの練習とかしたりしました？まあちょいちょいと家ではやりましたね。難しい、やっぱ現場で失敗できないなと思ったので。今年結構雑誌でよく顔を拝見したり、あとまあ、あの映画やドラマの方でも頑張ってらっしゃいましたけど、なんか売れたなっていうふうに実感されるようなことえ、ないですないです、全然ないですけど、あのやっぱコンビニに行くと私がたくさんいるよっていう言葉をよくのいただけるので、すごいそれは嬉しいなと思います。その写真集どなたに見せたいとか？あのまあたくさんの方に見ていただきたいんですけど、あの加納英子さんに見てもらったんですよ、芸人さんの。ですごくあの全体的にかっこいいっていう言葉をいただいて、でなんか加納さんの一番お気に入りのページはどれですかって聞いたら、あのサンセットで撮ってる写真だったんですけど、それはなんかシャンプーの CM みたいって言ってます、言ってくれてました。なんでまた加納さんなんですか？あ、私がすごい大ファンなのでぜひ見ていただきたいなと思って。はい、それでじゃあ、はい、共演された時に。そうです、はい、見てもらいました。ご家族とかはどうですか？家族は母と父には見せて、兄には見せてません、うん、なんでお兄ちゃん仲間外れなんですか？いや、お兄ちゃんは多分私に全く興味がないので、はい、見たいとも言ってこないし、うん、なんか多分見る気がないと思います。